はい、皆さんたちと1ヶ月に1回お会いすることができることをとても嬉しく思います。日本のではないのですが、福音賛美歌の中にですね、マツス・クラウディウスっていう方が書いたその賛美歌が載っております。その歌詞はですね、御手によりて日は昇り、御手によりて月は巡る、御手によりて風は起こり、御手によりて雲は湧く、月ぬ喜び御手より来たり、心は踊り命はあふる、獣たちには牧草、人にはパン、良き者のすべては御手より来る、すべての感謝を主に捧げよという言葉がですね、を見つけました。この御手によりって言った時に、私たちね、主は近くにおられるだけの神だろうか、いや遠くにもいるではないかという詩編のね言葉があります。私たちの身近に主を感じることもできますが、しかし主が全ての主宰者であられるということを、そのようにしっかりと心に覚える、その時に私たちは大きな大きな力が湧いてくるように思うのです。ちょっとしつこいですがですね、とても嬉しく思いましたので、もう一回このマツスのこの言葉をお読みしたいと思います。御手により日は昇り、御手によりて月は巡る、御手によりて風は起こり、御手によりて雲は湧く、月の喜び御手より来たり、心は踊り命はあふる、獣たちには牧草、人にはパン、良き者すべては御手より来る、すべての感謝を主に捧げよ。私たちの日々の歩みがこの感謝の歩みでありたいなと、そのことを改めて思わされております。さて、今日のこの聖書の箇所、一つ私たちはですね、聖書の一つの真理として、私たちには永遠の命が与えられている、ね、私たちは決して死ぬことはないというでしょうか、ね、私たちには神と共なる歩みが与えられている。さあ、永遠の命とは何でしょうかと聞かれたら、皆さんはなんとなく分かりそうで、いつまでも死なないこととかね、いろんなことを考えるでしょうけど、なんかピンとこないような部分がないでしょうか。その時に聖書ははっきりとですね、書いているのですね。何か、永遠の命とは、唯一まことの神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。これほどね、本当に鮮やかに、永遠の命というのは何なのか、すなわち、このところでもう一回読んでみますね。永遠の命とは、唯一まことの神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知る。この神様によってイエス・キリストが私と共におられるという、そのことが永遠の命ですよ。私たちはですから決してね、それこそ迷ったり、あるいはですね、本当に私なんかもすぐですね、迷ってしまったりしますけれども、私たちにはね、永遠の命が与えられている。それはね、イエス様によって与えられている。さあ、今はですね、この時代は地で、知識で、ね、地と簡単に言う、地で満ちている、そういう世界だというふうに言うことができるだろうと思います。まあ、ここにですね、いつもこう、ね、映し出されて、波岡でもぜひやりましょうという人がいますけれどもですね、まあ、ちょっと私できないし、やれる人は忙しいしですね、いや、本当にやろうと思えばできるんですけれども、さあ、今は
今日までの歴史の中で地がみなぎっているというふうに言える時代ではないかと思うのですね。地がみなぎっている、いや私なんか全然ね、できないんですもの。ただ雨だれのようにポツポツと木を叩くぐらいが関の山ですが、しかしね、ここに来ると礼拝堂に、ね、ピチッとこう移されて、そして何にも苦労しなくて、ね、私たちは聖書を読んだりですね、いろんな情報を手に入れる。皆さんたちももうスマホもですね、またもう使い放題でですね、何でもできる。そんな中でですね、さあそしたら知識というものは一体何なのだろうか、そんなこともお伺いになりますか。今こういうふうにしてたくさん、私は本当に苦手だっていうのもね、いつからそうなったのかよく分かんないんですけどもですね、幼い頃はね、まだ私ね、それでも小学生のですね、高学年、4年生か5年生の頃にはですね、あの頃そんなたくさんなかったですね。皆さん鉱石ラジオって知ってますかね、そういうのを入れてこうラジオを作ったりですね、トランジスタラジオも作って自分で持って歩いたりしたこともあるんです。今の私では考えられない、そういう中ですが、ね、今はもう全然音痴ね、しかし皆さん、私たち今までのことをそれこそ自分の弁解をするのではなくてですね、どん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 このようにして科学がね進んでくる、知識がどんどんね日進月歩でですね、もう発達してくる。そういう中で皆さん、ああ幸せだな、そんなふうに感じる場面がそれによって多く与えられているだろうかということを考えますとね、どうもそれも違うように思うのですね。忙しくはなりましたよ。しかしそのことで幸せになった、便利とね、幸せというのはですから、私は全然わからないからできませんけれども、パソコンやいろんなですね IT のこの機器を使いながらですね、犯罪がかってなかったほど増えてるんですよ。そしてそういう知識そのものがですね、混乱を生み出しているという部分も私たちは知ることができるだろうと、そういうふうに思います。知とは何か、知るということは何か、この問いというのは永遠の課題でもあろうかと思います。そういう中で私たちは、先ほどの聖書の中にもありましたように、死を恐れることは知恵の始めとありますね。知恵の始め、それはもっと分かりやすく言うと、神様を知ること、神様を信じること、神様が私を愛していてくださるということを知ることが全ての知識、知の始まりだ、こういうふうに聖書は言っているんですね。私は最近になって、昔はね、創世記なんかってバカにしてたんですけれども、最近はもう創世記がね、随分随分慰めや励ましを与えてくれるな、そんなふうに思います。知についてね、知るということについて、知識について、聖書は私たちに本当に創世記の初めから書いているわけですね。神様が人間をアダムとイブを作りましたときにですね、そしてそこにはエデンの園があって、エデンの園のところに置かれた。どんなものもね、すべてのものが揃っている、何をしてもいいよ。だけどそのときに、この園の中央にある木の実だけは取って食べてはいけない、それを食べると死ぬから、こういうふうに言うわけですよね。しかし人間はそういう意味ではまさに知の存在なんでしょうかね。まあ見るたびに、通るたびに見るとですね、まあそれがね、なんともね、手に入らない、ダメだと言われれば言われるほどね、体がムズムズしてくる。そこにつけ入ってですね、蛇が来て、あれはうめえだろうね、あれを取って食べたらね、あなた方は神のようになる、こういうふうにそそのかすわけですね。
そうするとそれを見ると誠に麗しく、リンゴの実だとも言われておりますけれどもですね、喉仏のことをアダムゼッポっていう、そうですね、ちゃんと胸のことをエバゼッポっていうそうです。まあ男の人はあれと喉に突かれたかね、してこうアダムのリンゴの食べたのがパッとこうね出てきたって、こういうふうに言われていますが、さて私たちはですね、そのこのそれを取ってですね、蛇にそそのかされて女がそれを取って食べる、ね、そして連れの男性にも与えると、目、それはですね、目が開いてね、見えるようになったと、こういうふうに言います、ね、さあ私たちはそのところを長く話すとまた先の方に進まなくなりますので、そういう中で私たちはそこから始まった地というものに対する、ですから必ずしも聖書では地というものがですね、神様を恐れない、神様を知らない、自らが自らの欲望、自らの願いとしてのそのような地は私たちをですね、本当にこの罪へとですね、罪の深淵へと私たちを導いていくということを聖書は言っているようにはも思いますね。地と言いつつ、そこに同居する罪の姿を私たちは生きることになる、ね、そこで私たちは本当に地も今の地も本当にそうで、いろんなことが何でもできるからですね、私みたいなものでもね、元に帰るのは嫌ですよ。不便なね、何もできないようなもの帰るのは嫌です。しかし、いやーかといってですね、私たちに便利やさまざまなこの地をもたらすそのものがですね、人間を幸せにしたかというと、やはり首をかしげて、しまわざるを得ない、そういうことがですね、その私たちにそのことをですね伝えてくれているのではないでしょうか。私たちはですね、毎週、ですから聖書でですね、死の祈りを祈るということ、それからもう一つは、それこそ死と信条を私たちがこの告白することっていうのは、非常に大きな意味を持っていると思うんですね。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。ね、そして私たちはですね、この信ずというそのところに、全能の父なる神を信じ、一人子なるイエス・キリストを信ずというその信じるということが一体どういうことであるのかということをですね、私たちはいつも毎週毎週礼拝に来てですね、神を信じるということ、キリストを信じるということはどういうことなのかということをいつもいつも繰り返し繰り返し確かめていく、そういう中にそれを求められているということを感じますね。このすなわちこのことがですね、知恵の始めだということかもしれません。神を信ずること、神を知ること、恐れ敬うことこそ、ね、私たちの知なのだ。死を恐れることは知恵の始め、聖書はそのように私たちに宣言しているわけです。さてそういう中でですね、この世にはですね、さまざまな知で満ち溢れています。いや今日の戦争が今あっちでもこっちでも起きて、これからどうなるんだろうかと、そんなふうにまで思いますけれども、それもですね、実は死の結果でしょ。行われているその戦争のやり方っていうのは、まさに知識を背景にしたところのそのような殺し合い、そういうことが死の前面に出ていっているということに、みんながですね、それがですね、それがみなぎりあふれているというところに、私たちは本当の知とは違うなっていうことをみんな感じているんだろうと思うんです。じゃあ
本当の知恵とは何か、それは聖書で言うところの本当の知というのは、全能の父なる神を信じ、その一人子であるイエス・キリストを信じるという、これこそが知恵の始め。このところに人間を生かす誠の知恵がみなぎりあふれていると、そのことを私たちに聖書は語り続けています。この聖書にはさまざまな知が満ちあふれているかのように思いますが、語っていることは私はそんなに多くはないと思うんですね。聖書における知というのは何か、コリントの信徒への手紙の、第一コリントの1章の28節にですね、このように書いてありますね。皆さんたちも多分読めばわかると思います。このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとになられたのです、ね、誇る者は主を誇れ、こういうふうに書いていますね。皆さん、神の、ね、このキリストは、イエス・キリストこそ神の知恵ですよ。そのキリストは神の知恵となって義と聖と贖いとになられたのです。すなわち、私たちを本当にご自分のものとして自由にし、解放してくれるものになった。じゃあこのね、じゃあ神の知というのはもちろんキリストですよ。本当に本当の知恵というのは何かって言ったら、キリストのことですね。すなわち、イエス・キリストによって今まで不明瞭であった神様の御心が示された。神様の知恵というのはキリストである。そうして、このイエス・キリストという方はどうであったのかというと、私たちに仕え、そして私たちの罪のために、その贖いとなって十字架につけられ、そして死んでいた私たちを今一度ご自身のものとして取り戻してくださった。それが神の知です。すなわち、神の知というのは愛なんですね。お前はこうだからこういう罰、お前はこうだからこうだというふうにして切り捨てていくのではない。私たちはキリストイエス様の足跡を、私はいつもほっとね、忘れてしまう、なんか聖書の中心から外れてしまう、しまいそうになるときに福音書をいつも読み直すことにしています。そうすると、あのお弟子さんたちと会ったイエス様の姿がですね、こう彷彿と、あんなしょうがないやつらとね、共に歩む、そして受け入れる、そしてどんな時もね、イエス様のね、私時々で、最近正岡子規のですね、俳句をですねご紹介するんですけれども、うちの浪岡の人たちはね、その句が大好きなんですがね、前に修法にも書いたことがありますが、その人の足跡をたどれば風薫るというね、俳句があるんですよ。で、正岡子規はクリスチャンであったかどうか分かりませんよ。神様は信じたか。でも、まさにね、イエス・キリストのことだって、私はふっと思いましたよ。その人の足跡をたどれば風薫る。風というのは聖書では聖霊のことですから、そうすると、その人のキリストイエス様の足跡をね、どんなにたどたどしくてもたどっていけば、その愛の命、キリストの命、神の命がね、このみなぎっていくという、そんなことだろうと思って、時々思い出しながらですね、自分なりのこれに関しては解釈をして慰められています。私たちはその知恵といったときに、知恵というのは、はいこれが知恵、はいこれが知恵、個々のことを言うのではないと思うのです。知恵というのは命を満たしていくところのもの、
溢れさせるものがその知恵だろうと思うのですね。そしてあのどうしようもならない弟子たち、その弟子たちが本当に新たに神のことを知られていくときに、そうイエス様と一緒にいたときには知らなかった、しかし聖霊を受けて彼らが新たに歩み出したときに、そこにねキリストの香りがあふれていった、そのことを思うときにですね、ああ私たちにもねそのような歩みができるのだということをこの知らされて励まされていました。すみません、いつもおことしてしまいましてですね、さあ私たちはそのようにしてですね、神様の愛の恵みの中、そうそれをですね、聖書というのは神様と愛とは無関係ではありません。いや実は聖書というのは愛が何者であるかということを示しているように思うのです。私はその言葉とですね、前にもちょっとお話ししたことがあると思いますが、ふっと落ちたのに出ておりましたのでですね、こういう式ね、中国の式にですね、よく話しますが、創業機微に付して千里をいたすという言葉があるんですよ。創業ってのは青いハエのことです。青いハエがね、その絵しかブンブン飛べないそのハエがですね、機微に春芽ね、優れた馬のねお尻にくっつけば千里をいたす、千里を走ることができる。皆さんこれね、実は弟子たちの姿ではなかったでしょうか。彼らはまさに創業青バエですよ。それがなんとイエス様の機微に伏してお尻にくっついて千里を行くものとされする、人々に命を分かち合うものとなったという、そのことをですね、私は本当に私たち自身に対する、私自身に対する慰めとしてですね、本当に考えさせられます。さあそのような中で私たちは、そのような中で神様をイエス・キリストを信じるということは聖霊を信ずるというそのことだと思うのですが、私たちはそういう中でガラテヤの信徒への手紙のですね5章のところで、皆さんたちもよく知っているように霊の結び、前は御霊の結びは愛であり喜び平和寛容親切善意誠実柔和節制ですと、このように書いてあります、ね、すなわち誠の知恵である。イエス様は何と言われたか、天に帰られる時にですね、約束のものを待ち望みなさいと言われました。それは聖霊を待ち望みなさいということですね。そしてその聖霊の御というのは愛であり喜び平和寛容親切善意誠実柔和節制だ、このように言っていることに大きな慰めを私は与えられているのです。そしてまさにこれこそ私たちを生きる形においては永遠の命に導かれる主の姿としてですね、しっかりと受け止めることができるだろうと思います。まあこの私たちこのところでですね、先ほどの聖書の方、そうですね、私たちは私たちの本当の地とは、ね、死を恐れることは知恵の始め、それは神を知る、神を知るということは神が私たちにしてくださったことを知る、すなわち神の一人子であられるキリストイエス様を知るということであり、そのキリストイエス様があなたと共におられるということを信じること。皆さん嬉しいじゃありませんか。イエス様が私たちと共にいてくださる、近くにおられる方だけだろうか、そうではない、全てをですね、全ての中に遠くにもおられる方ではないかと、
のように聖書は語っておりますけれどもですね、今ひとたび私たちは本当の知恵を、ね、私たちを生かす本当の知恵を生きるものになりたい、それがキリストに従うというそのことだろう、私はそのように考えさせられ、そして、祈ってガラテヤの5章の22節を今ひとたび教えていただきました。そしてそう私たちを導くところの永遠の命とは何か、唯一まことの神でいますあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。世は本当にですね、どうすれば平和が来るのかと、均衡の上での平和、しかし私たちは今ひとたび十字架の平和、あの自らを私たちの罪のために引き渡してくださったあのキリストの平和を私たちの知恵とし力としていきたいと思います。私たちはそのために召されている、私たちはそのために伝えるものとされている、共に生きるものとされているということを心から信じて歩む私たちでありたいと思います。私たちは本当の知恵に向かってですね、今ひとたびイエス様に向かって頭を上げ、手を広げ、そして主を来たりたまえ、主をあなたの後を歩ませてください、その人の足跡をたどれば風香る、こんな私でも、このような青映えのような私でも、キリストの機微に伏して歩んでいくときに洗礼をいたすことが、走ることができる、共に神様の恵みのもとに歩んでいく私たちであることを喜びたいと思います。そして一人一人が神様の愛する最高の作品であることを喜びたいと思います。お願いします。